やす。アンチグラビティ。フラグイズウィン。を壊して。サンイズディフィート。シフト。フーフーオンベルトイズウェフォール。入れない。ベルトイズプッシュ。違う、ベルトはスティルだ。サンイズスティルテキスト。テキストイズスティルができるし、やりそうなんだけど、テキストは移動できないよっていう文章を一回入れちゃうと、それっきりなんだよな。夫婦は、上に持ってかれるんだけど、それ以外のものは、だからテキストを運ぶことは可能なんですよね。でもベルトイズシフトが入っちゃうとなので、これは、なるほどな。テキストをここに置いて、そこでテキストをスティルにすることで、夫婦が渡れるようにするのかなと思ったんですが、ここにテキストを入れられないんだよね。ベルトコンベヤーを使うと。あと、3がディフィートなので、そもそも、夫婦が行くためには先にこっちを壊すべきなんだよな。ここは、まあ、あからさますぎるけど、破壊するしかない。そしてこれを壊し、3を変更することもできる。フラグ。ここに伊豆を持ってきて、ここどうやって入れるの？ベルト？右向きのベルト、左向きのベルトがあればここに文字入れられるんだけど、現状ここに物入れるのはできねえよ。そうするとウィンもできねえよ。これ以外の動き方ないよね。だって最初テキストがスティルになっていたとしてもだよな。これになったとしてもだもんな。そもそも押せねえし、動かなくなるだけで今使うべきではないような気はする。テキストイズスティールとテキストイズプッシュは両立可能か？できません。スティールは一番強そうだよね。移動系の中ではスティールがあったらとにかく動けない。このウィーンを押し切るのが嘘なのかな。ここでもな、3のディフィートを外しに行かない。3イズプッシュでよかったんじゃないの。3イズプッシュで3は何とでもなるので、テキストイズスティルっていうのを入れ、結局今解決できてないのはここだよね。この3排卵問題だよね。フォールするからフ
フォールするからな。まあ今考えてることはこうだよなっていうのは一旦やるけど、ちょっとまあ一旦遅かったですが、そういうことをやりたい。のだけど、下とて渡れず困るな。だから、それを防ぐためのここの雲なのか、いや、ここも突破しろよっていうパズル的な試練なのか判断つかないんだけど、テキストをあそこに押し込もうとするのであれば、シフトが入っちゃったとしても、ど真ん中に押してた子がシフトが入っても、左に押せれば左に行くか、シフトの流れるままこう来ちゃうんだよな。ここまで来ちゃうとさすがに何らかのテキストを流してきて、ここでそのテキストが解除される。それ使うのかな。でもテキストイズスティールを流すことはできないし、まあ、そもそも3文字できないしね。うーん、なんだこれ。いや、でもこれぐらいしかないかな。なんか、ここを壊しに行くのは嘘で、こっからこう来て、普通に太陽を押して、フラグに触ってゴールはめっちゃ綺麗だよね。これを伊豆を押すと見せかけてのステージ。じゃないかな。まあ、伊豆を押した場合は、ここに文字を入れられないからねで終わったから、プレイヤーが2人いるわけでもねえからな。さてどうしようとすると、もうここを渡るべしかねえんだよな。横三列になってなくてもいいんだよね。テキストがここで遅れてきたとしても、夫婦を持ち上げてくれればいいわけだから。ここのラインにテキストを載せる方法とは。ここにテキストがあり。でも、スティルを使うととにかくストップだから。わからないな。フラグ以外のものをウィンにするとかっていうのは、まあ辛いですけど、なんだろうね、これだよねっていう方向性が、まあ一箇所、この雲があるおかげで思考がそれ以上進まないかな。こういう時はひらめき待ちで次のところに行った方が早いかもしれん。サンイズサンという文字をこっちから、あー、こっちからか、これか。でもこっちから入れても足場にはならんしな。サンイズプッシュができたら、このサンを押せて、
この3がなんかわかんないけど、スティルでベルトコンベアで流れずに止まり続けることによるメリットがなんか発生したらなんか嬉しいかもしれないかも。なんかベルトが下に向いてしまう。3 is シフトにすると、テキスト is シフト、テキスト is シフトにするとベルト側の方が逆に外れてくれるのか。どうなってんの。ベルト is スティルだからか。でもベルトの向きは変わったよ。見えないんだけどさ。サン is シフト、サンはテキストに変えられるから、テキスト is シフト。よくわかんなくなってない。これさ、ベルトの向きを変えたところでフォフは上に落ちるんだっつうの。ベルトの向きに依存しないんだって。そうですね。これでもともとあったテキストは流れていって、テキストをやるとテキストイズスティルは作れないんだ。第2弾のテキスト流したろかいな思ったけど、ベルトもシフトできねえし、これはこれで、これはこれで面白そうなことにはなるんだけどな。さっぱりずら。テキストにシフトがあれば、テキストが何かの原因で重なった場合に、ベルトコンベアのシフトがあればテキストって重ねられるんだったっけ。シフトだけでは重ねられない。重ねができるんだったらなんかワンチャン ここテキスト整形できる可能性があったのかなとか思ったけど、このウィンをさ左に1個持ち出せれば別に戻せるしね。さてだいたい悩んでみたもののわかんないですな。わかんないのはたった1箇所なんだよね。ずっと言ってるけど、ここにテキストを入れられれば終わるステージなんだけど、ここにテキスト入れる方法がねえ。で、下から入れたとしてもここに置きたいっていうニーズには応えてくれない。テキストでベルトの向きを変えたとしてもベルトのシフトが入らないので意味がない。ベルトの変更はできないし、何かをベルトに変えることはできるよね。何かをベルトに変えることはできるよね。それをして嬉しいのは、3がベルトに。3をなんかこの辺に配置して、3がシフトが入ってたら、このウィンを押しても戻ってくるみたいな、なんかそういう機構ができ
できるできないで言うとできるけど、作るのがめんどいよな。できるできないで言うとできる。いやー、わかんないですね。おおよそ作りたい文章ははっきりしているのだが、それはやらせてくれないよという意思を感じます。まあこれは単純すぎるんだけどね。確かにパッと見でこうなるじゃんっていうふうに考えちゃうから、そうじゃない解放が欲しいのかな。左に動くもの、フォールは入るけど、左に動けるんだから、ここにこういう風にテキストを置いといて、それを左に押すことは可能なんだ。あ、それでいいんじゃないの。それでいいんじゃないの。つまりテキストがここにあって、ここにもあって、このテキストを左に押して出てきて、もう一回ここにあったテキストをここに配置し直してから、ベルトシフトを発動して、イーってきてからテキストイズスティールを発動、終わり。それでいいのか。押してダメなら押し込んでみな。非常にシンプルじゃないか、このステージ。遅い。何をしてる。クソバカが発動しました。これでいいじゃん。何よこのステージ。超簡単じゃん。いやー、本当にこういうところに盲点があるの、何年経っても治んないなっていうか、これあれか、年を重ねるとともにもう脳の活動が劣化してるから、どんどんこういうことできなくなってきちゃうのかな。いろいろパズルゲームやってきて、いろいろとこう学んできてるから、こんなのとっととひらめていいような感じがするけどね、こんなの。ここに置いてこっちに押せばいいじゃんぐらい、ひらめけると思うんだけどな。まあ、こんなもんですよ。老後の楽しみにとっておこうとか言ってる人は、とっとと今やった方がいいですよ。積みゲー。なんだこれ。アクションゲームって多分20代までくらいかな、楽しめるの。実際そうなんだよね。なんか反応速度とか脳の活動とかって、もう30代ぐらいからは低下でしょ。対戦ゲームとかでも、オンラインで若い人とマッチすると年取った人ってもう勝てないんだよね、統計的に。で、中に入れませんよ。クラウドイズプッシュ、クラウドイズプッシュ、クラウドは入れない。ババがスティルだからだよね。で、ババ、フェイシングフットイズエンプティだから、ババとフットを、フェイシングしたいんだけど、ババは U、フットも U だから、フットが U じゃなくなればいいのね。クラウドです。で、フットをプッシュして、ババと目を合わせれば、ババが消滅していく。なんだこのステージ。
どういうコンセプト？いうコンセプトなんだこのステージは。なんか面白いわけでもないし、アレンジ面が来るわけでもなかった。なんだこれ。 What's what that? ファントム、ロックイズファントム、ファントム亡霊、ロックイズプッシュ、ウォールイズストップだけど、ストップをファントムであるものは無視できる。すり抜けるみたいな効果なのかな。ファントムが入っているキャラクターはすり抜ける。すり抜けるな。あ、すり抜けるし、移動を遮るものが何もなくなってしまうから、テキストですらダメなんだ。あー、本当だ、お化けだこれ。何者にも干渉できないお化けになっちゃった。はえー、テキストイズファントムになったらそれは面白くないね。ロックイズバーパー、ババイズユーだから、ロックイズプッシュ、ロックイズファントムでロックが右側に行ってフラグイズウィンを押すことができればいい。これロックってファントムだけど押されることに関しては別にあんまり干渉しないんだね。何これ。あー、そっかー、あー、そっ、ファントムなしで一旦こいつらを出して、個別に押さないといけないんだなこれ。でもさ、今の感じロックでロックを押せないんだったらこっから先っていけなくね。押される分には動くけど、その子が別の子を押すわけではないんでしょねえ。ロックはここを貫通したいければ貫通はできない。あ、いい、え、あ、いいのか、壁際に入ってそれをババにすればいいのか。このステージの解放はこれだけだった。脳がぶっ壊れそうなルールを出してきたね。スカルはスカルで、ディフィートで、ババイズユーで、ファントムとプッシュ。ファントムのキャラクターってゴールは入れるの？あ、そういうのはあるんだ。ロックはプル、なるほど。押せないけど引くことでこの岩を使うことはできるのね。後ろからちょろちょろやってくるやつが、なるほどじゃないんだよ。スカルイズファントムにするとリフィートだけは残る。ババイズユー&ファントム、ロックイズプル、スカルイズディフィート&プッシュをプルに変えると嬉しいので、
ークを中に入れ、これを動かすことで、あのプッシュとファントムの間に隙間開けられないかなと思ってたんですよ。開けられないですかね。スカルがファントム、これテキストに対しては別に何も起きないもんね。テキストオンスカルイズノットプッシュ。なんだそれ。スカルに乗っかっているテキストはプッシュはできないが、スカル自体が。じゃあこれスカルにプル入れれば。そっか、ああそっか、これ使う？ここでテキスト重ねられるんだけど、使えないか。ちょっと今状況を整理しよう。私がやりたいことは何？スカルをどければいい。それだけ。スカルをどかすには、プッシュまたはプルをスカルにつける。のだけど、このプッシュを入れると、ババはファントムになり、ババが、テキストを押すことはできなくなるよ。あ、いい。ロックがあって、ロックはプルで、これを入れてからここに来てこう。すると戻せるから、これなんか役に立つのかな。この石がもう一個上に入っていたのであれ、ちょっというかロックを持ってきて、ですね、遠いな。ロックは人気の場所で、あ、うん。ああ。ここはまずいのか。こうしてからロックがプルできるのであればと思ったんやけど、ちょっとロックの場所上からじゃないのか。なんかこんな感じだと思う。ロックだったら押し込めるよ。さっきこのロックと押し込めたよね。押し込めるよ。そしたらこれをで潰すんだけど、ロックがプルだとこれを押せないんだけど、
こでね、もう一押しして、するんだけど、ロックイズプルにしてあげたいんだよな、これ。わかる？ロックを、ロックそのものはここに置いときたいんだよね。で、ロックをプルにしときたいんだ。ロックをここに置くには、テキストが邪魔で、ロックイズファントムできないよ。とにかく、ババがゴーストになってもロックはプルであれば活用可能なので、それを使ってテキストを破壊しに行くことができるのが強いっていうのがわかるんだけど、テキストがうまくはまらねえ。あ、これでいいのかも。あ、これでいいのかも。ん？これでプルはできなくない？あ、ん？いや、違うなぁ。テキストを押さないといけない私と、テキストがすでに準備されていないといけないロックっていうのが共存できねえな。テキストの位置を変えればいいっていう話なのかな、これ。すでにロックイズプルになってる状態でテキストを押し込みたいんだけど、ロックイズプルだとテキストを押し込めないよね、情報です。基本的だけどね。あれ？じゃあ、なんか、このテキストのオンオフに対してこのロックはそれを妨害する場所に置いてあること自体がナンセンスなんちゃうの？ちゅうわけで、晩作尽きた。これを押し込んだ時にロックイズプルも同時に達成できるのが望ましい。やりたいことこういうことな気がするんだけどね。もっとシンプルなのかな。いや、今なんでこれを外したいかっていうと、ババがファントムになってるんだけど、あれ？なんで外したいんだっけ？それってババイズファントムは変えらんない？いや、違う。ファントムだけ外せればいい。そう、スカルのプッシュは残るから、プッシュのここに弾も置いてあってできないんだよな。わかるよ、できないんですよそれ。ババが内部に入ってるのにプルがあるおかげで破壊ができないな。
だけでよかったのか。これだけでよかったんじゃん。これだけでよかったんじゃん。超単純。うん、やっぱり老化ですよね、こんなの。 Why all this? Key the phantom push。 キーは右に行けないよ。でもファントムだから右に行けるんだよな、多分この子。行けないの？これ押せなかった。ちょっと待てよ。ファントムよりもさらにロックが強い。でもそんなの覚えてらんないな。キーを押せれば勝てるよ。だけどババがファントムやるとフラグイズビンは入れられないからっていうステージで、ドアはアクセスできないよ。ロックがあるよ。キーをロックに変えれば確かになのだが、まあ一回やってみようか。ロックはプッシュ可能で、ロックをキーに戻して、キーはプッシュできる。やはりロックが入ってるから、これが右に動かなかったらファントムでだろうとダメだろうな。とにかく右への移動が一切禁止されてしまっている。ファントムでもダメ。すごいね、結界みたいだね。ドアイズストップだからドアに重ねることもできませんよ。キーをドアにぶつけないといけないんだよな。キーがというか、ドアでも何でもいいんだけど、ドアの右側から左に押す分には構わんのよな。すごいこと言ってるな、今。ババイズユーに対して何を使えるのか。ババイズなんとか。ババイズ。ババをファントムにしても、ファントムとファントムが二人いる場合ってなんかあるの？どっちも別に動けないでーすって終わり。ダメな。お化けは干渉し合わない。じゃよな。うん。ごめんなさい、こうだ。ロックはそうだ、ね、ファントムを押せるよねっていうのがなんかあんまりまだ頭に入ってないな。これでいいんだ。オッケー。お、新ルールバカバカ来てるし、なんかそのルールの発動条件の強弱みたいな、その優先順みたいなのもあるからさ、そのまあ時間かかるねっていうこと。ビーズウィン、ベルトイズシフト、ファントムになってるキャラクターはシフトを受けるんでしょうか。ベルトはシフト、ベルトはシフトしない。 B を持ってこれる。
B がファントムにはなれない。B をベルトにしてベルトをプッシュ、ファントムにしてベルトをプッシュはできない。あ、できる。そうなると、ここの壁をシフトで上に持ち上げられるの可能性がある。でも B は最後残ってないといけないんだろうって。それはなんか、ベルトイズ B とかでまたできないのかな。何を言ってるか。ベル、B、バービーブーベーボ、B、B をベルトにして、はい、終わった。ステルだからウォールは絶対動けないんだよな。あー、ステルって強いね。なんか今までさ、ウォールイズユーとかになっちゃったらめちゃくちゃになったけど、盤面がステルって1個入れるだけで、まあノットユーでもいいんだけど、ステルっていう1号を入れるだけで移動不可能になるのは強いな。それ強いね。ノットユーって結構ちょっとあのデザイン的にちょっと微妙なところありましたもんな。ありましたもんな。さて、全然わからん、ここ。ファントム状態になったキャラクターをプッシュすることができるが、ベルトイズファントム、ベルトイズプッシュができるので、上にあるベルトを押すことはできはするよね、と。これを。で、押されたら向き変わるよね、と。なるほどね。で、こう重ねて、でもね、ああ、これで壁がなんで動かないの？あ、スティルだからだよ。そうだよ。これさ、何したいの？何したいの、このステージ。ババが壁がスティルである以上、ババ絶対出られないでしょ。外に出たキャラクターが自由に動くことができるのって無理でしょ？あれ、なんかまた分かんなくなったな。敵、プレイヤーがファントムになった時にプレイヤーの移動を妨げるものはないから、プレイヤーが何かを押すことはできない。だからテキストは押せない。プレイヤーが押す側がファントムになった場合は、プレイヤーはそのや、そいつは押せる。で、そいつは何者の移動も受けないので、そいつはテキストは押せない。わかってるけど混乱するな。さて、この B を、B を下に持ってこれないかとかやれるのかな。ベルトが、ベルトがこの B を持ち出せればいいな。でもベルトをここで下向きにしておくのは無理だよね。って思うんですよ。ベルトはファン、あれ？上向きにはなる。あ、こっからだったら下向きにできる。もう一押し必要なんじゃい。それは無理な話ですよ。これができればなあ。あ、待って、ベルトにシフトを入れるとこれ2枚重なってるから、うわ、
それだ。あ、でもちょっと待てよ。なんか右側が死んだよ。最初のステップはそれだった。ミーを持ってきて、ベルト側でファントムとプッシュを実行。二枚重ねなので、B を上に持ち上げることができ、下に持ってくる。そして、ここで B is Phantom が可能になるので、B をここに乗っけることができる。下の Phantom っていう文字を上に持ってくることもできるけど、それはなんかできないね。できるけどできないねってなんだ。B がおります。で、ベルトがまたプッシュできて、2枚重ねなので、ここにいて、これで B もファントムになると、ファントム&ファントムで、あ、でもシフト入んないか。イズが足りないや。ここで B がなんで動かないんだっけ？壁だからだよ。ここで B is ファントム、B is プッシュ。ベルトがシフト。いや、これができても、これができてもさ、こっから何ができるんだ。これを右に向かって打ち出すのか。あれ、じゃあ B が行くの失敗だよね、これ。 B is win はやっぱ内部にいてほしいから、B は内部なんよ。と、するってえと？するってえと何かい？なんだこれ。するってえとなんで B を出したんだ、わざわざ。伊豆を上に上げる。何今の？え？何今の？ファントムって画面端まで行っちゃうと死ぬの？これベルトでなんかうまいことやって上向きの軌道を与えてあげないとと辛かったんだな。でもこれ何が間違ってるっていうのもよくわかんないよね。ベルト2枚重ねです。どんどん重なっちゃうんだよな、これ。ここまで来たらベルトイズプッシュ、ここにうまいこと重なったらベルトイズプッシュで一押しすればこれが上に行くんよな。ただその後こっち側にある B が、分かんなくなっちゃった、分かんなくなっちゃったな。これはこっちからなんだよね。これはこうなんだよね。で、下から上に押すやつをなんかやり間違えちゃったな。
2枚いらないのかな。2枚いないとこのシフト法発動しないから、こっち側の挙動が分かんないや。ここにいてこっちにずれる。重なる。ここに来る。重なる。こうなっちゃうとやっちゃってんだよね。重ねたくないんだよな。最初の一歩目が終わったらファントムは外していいよ。だけどシフトなんだからどんどん重なるのはしゃあない。ファントムをやめてプッシュにすれば、この子たちはいいですが、この子もこれを押し始めるんよな。わかんねえな。この作業に B が関わるのかと言われると関われないんですよね。わかんないな。惜しいと思うけどな。ていうかこれしかないけどな。さあこれしかないんだったらさ、 B の文章が、この B っていうテキストが内側に入ってるメリットがないよね。 B がなんで内側にわざわざ書かれてるのかわからん。 B とベルトを合わせる。それをやることでベルト2枚重ねは省くことができて、1枚だけベルトを引っぺがすことが可能なのかな。いや、これは、できるのか。これを入れて、これで1枚だけ取り出せるわ。ベルトイズ、ファントムベルトイズプッシーで、こっちは2枚重ねを右に向かって押し込む。でもう一つは下だから、ベルト1枚だけを持っていってみる。1枚だけ？1枚だけはシフトで動かんけね。こいつわかんないな。この1枚がここに重なると1歩目2歩目でこれが入るので、なんか上に押し込むんだけど、伊豆をすげえ勢いで押しそうで怖いなこれ。曲がる、一個曲がるが分からん。ここを使うのは嘘で、この辺から発射してこれとかぶさって上だとすると、これをかぶせてここ、伊豆を一個だけ上に起こしたいから、もともと一歩ずつだったのが二歩になるんだよね、ここに来た瞬間に。これさ、シフトの向いてる向きが右と上の場合ってどういう挙動になる？そっち？勝つの？
ベルト B でよかったのでは、いや、よくないか。ベルトが、いや、ベルトイズ B でよかったのでは。B を使って、このイズを押して、これを使ってこっちを押して、で、ベルトイズ B だったのでは。なんでこうなった？あれ？最初とちょっと違うんだけど。これは、ベルトイズシフトだけでいいんだよね。うわ。っていうか、シフトが重なった場所ってテキスト重ねになるんだ。やり直しさせられるのつらいな。
じゃあ、ベルトイズファントム、ベルトイズシフト。で、ベルトイズB。でけたー。むずーむずー、ここ。よう解けた。よう解けたぞ。えらい。ものすごくババイズユーらしいステージだったね、ここ。ポイントがめちゃくちゃあって、まずシフト4、シフト重ねを気づけようが大事ステップでしょ。で、それを気づいた上で、この B を下に押し出せよっていうステップがあるし、重ねちゃいけないパターンがあるよっていうのがいるし、これとこれのタイミングはまあちょっとビビたるもんだけど、あるし、最終的に B を残さなくてもいいよねっていうところも結構きついよな。ベルトイズ B っていう基礎的なところなんだけど気づかなかった。いやーすごい。これがババイズユーの恐ろしさよな。たったこれだけだぜ。たったこれだけのテキストやで。今回使ったのって。ベルトと B。シフトとプッシュとファントム。これだけか。すごいね。これがね、恐ろしいとこなんだよな。ババイズユーは。テキストが難しいから難しいってわけではなくて、テキストがシンプルなのに難しいステージが作られるのが、自分がね、このゲームで一番、なんだろう、評価してる場所なん、評価してるところなんよ。今回、レベルエディターが追加されたから、いろいろ作ってみてほしいんですけど、ね、この、これだけのテキストで、このステージを作れるのはすごいよ。すごいよ、これは。どうやってひらめくんだ？まあでも、アイデア自体は、シフト重ねなんですよ。シフト重ねのアイデアで、ファントムがあるから壁を通過できるじゃん。なるほどね。確かに。そのアイデアから、このステージを作る。のはいけるわな。いける。ごく限られた人だけいけるんだろうな。ちょ、待て。これさ、もっと簡単なものがあったんちゃうん？ないか？ここのテキストをぶっ壊しに行ければいいのかなっていうふうに今ちょっと思ったんだけど、できないかな？できないか。テキスト自体はファントムじゃないから別にこのテキストが下に押されたりはしない。このテキストを左右から押すことで、とかできないのかな？できないか。それはできないか。それはできないか。シフトを発射できる場所に対して、これが、90度だもんね。多分、ここの文章を縦に書いちゃってると、ここの文字に対してシフトが発動して、なんかテキストがもしかしたら重なるのかもしれないね。そうすると定義がぶっ壊れてるみたいなことはできるのかもしれない。なんかできない気もするけど。シフトでテキストが重なる現象よく分かってないんですよね。プッシュがついているキャラクターであっても、こっからこっちに行くやつとこっからこっちに行くやつはプッシュが適用されないんだよね。ここにいるものに対してこれがこっちに行くよ、そしてこれがこっちに行くよじゃなくて、これがこっちに行くのとこれがこっちに行くが同時に発生してるっていう風になってるから、このキャラクター同士のプッシュの干渉が発生しないのでテキストが重なる、っていう風に現象を観測した後でだったら事象はわかるんですよね。リバート以外ね。リバート以外はこうやって考えることはできる。いやー、ここ今回のアップデートでトップ3に入るぐらい好きなステージかもしんないな。なんか、僕の好きなのは、シンプルでエグいっていうのが好きなので。だからね、なんか他のステージの、なんかその、
Not You とかなんかそういうのがたくさん書かれてるステージよりは、たったこれだけのテキスト、たったこれだけのステージで、これをやらせるっていうのがすごい。完全に使い切ってるもんね。B も使うし、この4個あるベルトも全て使い切るし、テキストも何もかも使い切らないとクリアできない。ちょっとまあ別解があったらごめんなさいですけど、この美しさったらないよ。いやー、素晴らしい。素晴らしい。満足したので、終わります。お疲れ様でした。